それでは聖書を開きましょう。聖書はイヨブ記の旧約聖書イヨブ記の12章。旧約聖書ヨブ記の12章1節から25節までですね。私は奇数節を言いますので、皆さん偶数節を称号してください。旧約聖書ヨブ記12章1節、そこでヨブが答えていった。確かにあなた方は人だ。あなた方が死ぬと知恵も共に死ぬ。私にもあなた方と同様に悟りがある。私はあなた方に劣らない。誰がこれくらいのことを知らないものがあろうか。私は神を呼び、神が答えてくださったものであるのに、私は自分の友の物笑いとなっている。潔白で正しいものが物笑いとなっている。安らかだと思っている者は衰えている者を蔑み、足のよろめく者を押し倒す。荒らす者の天幕は栄え、神を怒らせる者は柔らかさである。神がご自分の手でそうさせる者は。しかし獣に尋ねてみよ、それがあなたに教えるだろう。空の鳥に尋ねてみよ、それがあなたに告げるだろう。あるいは地に話しかけよ、それがあなたに教えるだろう。海の魚もあなたに語るだろう。これらすべてのもののうち、主の御手がこれをなさったことを知らないものはあろうか。すべての生き物の命とすべての人間の息とはその御手のうちにある。口が食べ物の味を知るように、耳が言葉を聞き分けないだろうか。老いた者に知恵があり、年のたけた者に英知があるのか。知恵と力とは神と共にあり、思慮と英知も神のものだ。見よ、神が打ち壊すとそれは二度と立て直せない。人を閉じ込めるとそれは開けられない。見よ、神が水を浸めるとそれは枯れ、水を送ると地を覆す。力と優れた知恵とは神と共にあり、誤って罪を犯す者も迷わす者も神のものだ。神は義官たちを裸足へ連れて行き、裁き司たちを愚かにし、王たちの帯を解き、その腰に腰布を巻きつけ、祭司たちを裸足で連れて行き、勢力ある者を滅ぼす。神は信頼されている者の弁舌を取り除き、長老たちの分別を取り去り、君主たちを蔑み、力ある者たちの腰帯を解き、闇の中から秘密を表し、暗黒を光に引き出す。神は国々を富ませ、またこれを滅ぼし、国々を広げ、またこれを連れ去り、この国の民の頭たちの悟りを取り除き、彼らを道のない荒れ野にさまよわせ。彼らは光のないところ闇に手探りする。神は彼らを酔いどれのようによろけさせる。先週はこの久しぶりに、時間を作ってですね、この ICI のこのビデオのファイルをですね、画質の低い状態からこの高画質にですね、改めてインターネット上にアップする作業を集中的に、やっておったんですけども、本当にこの10年ほどの奉仕のですね、この講演講義音楽編講をきれいな画質でですね、断片的にこう振り返り、確認をしておったらですね、本当にその当時のことがよみがえるというかね、でその中で一つヨブ記との関連で教えられたことはですね、
まあ、終末論や黙示録なんかの、まあ、あの講演も多かったわけですけども、まあ、イホネが結局まあ言いたかったことはですね、本当にまあこのローマ帝国のキリスト教会、やがてこう観難がやってくると、ね、迫害がやってくるとね、だからその備えをしなさいね、そしてですね、その神様はですね、エジプトの民がそうであったようにですね、この観難ね、災難迫害のただ中でね、あなた方を守ってくださいね、だからそのただ中でですね、神様を信頼して殉教も恐れずですね、証を続けなさいというね、そういうまあいたらメッセージで、まあ、貫かれているということですね。でパウロはですね、このまあ救済論においてですね、ローマ7章なんかではこの罪の性質、肉の性質のねただ中でこのよみがえりの命がですね、この働くというね、そういうこの矛盾と葛藤のただ中で働く神様の働きについてね、豊かに解き明かして、まあ、そういうことを考えるとですね、ヨブ記というのはですね、本当にまあ同じ構造を持っているというね、苦難と苦悩のただ中でですね、この神様に叫ぶヨブの姿というのはですね、まさしくこのパウルやヨハネの、ね、信仰の本質と何ら変わりがない、ただただこの御利益、この富と健康の神学とか言われるですね、そういうこのまあ薄っぺらな、ね、人間の欲を満たす偶像のまあ、ね、そういうこの宗教ではなしにですね、本当にですね、この真の神使えるというね、いうことはどういうことかとね、どういう信仰なのかということをね、もう一度何かこう教えられる、まあ、書物であるなということをね、考えさせられるんですね。で今日はまあ、このヨブ記のまあ12章から14章に入っていくわけですけれども、この3つの章はですね、このヨブのまあ弁論の第2ラウンドというね、と言われる部分ですね。第1ラウンドはこの、まあ、3章においてね、自分の生まれた日を呪う言葉から始まったヨブのまあ発言からですね、それにまあ3人の友人が応答するというね、そういう第1ラウンドが終わりましてね、そしてまあこの12章からこの第2ラウンドが始まるというね、ただですね、この12章から新しい問題がまあ提起されるということではなしにですね、これまでにですね、友人たちがヨブに対して語ってきた批判や勧告に対してね、ヨブがよりこの徹底的にね、このまあ弁論するというね、いうまあ構造になっている。で私たちはこのヨブがですね、その螺旋階段をですね、こう深く深く降りていくようにですね、こう徹底的にこの問題をまあ扱うというね、いうことはですね、本当にこれはですね、私たちが信仰者がですね、盲点になりやすい部分がですね、本当にまあ光が照らされるまあ書物であるというね、このまあ本当の意味でこう苦しみというか苦難というものを直面しなかったらですね、私たちはこのまあこの井戸の外でですね、こう本当にこう日向ぼっこするようなですね、人生を送る部分があるかと思うんですけどね。しかしまあ苦しみ苦難の中に置かれると、この井戸の底まで降りていくというね、経験をして、そしてですね、このある先生はね、その経験のことを呼ぶ気で説明しておりましてね、井戸の最も深い部分からですね、この上を見上げるとね、この真昼でも夜空の無数の星が見えるというね、光が一つもそこに入ってこないからね、この真昼でもですね、この無数の星が見えるというね、でそういう経験はですね、この苦難を通った人でしか見えない風景であると。
それはあるんだけれども見えないんだというねことなんですね。まあ、ですからこの呼ぶ気というのはですね、そういうこの井戸の底から見た、そこから見えるものをね、私たちにこの教えてくれる。それは本当にまあ信仰者の盲点を照らすもので、そこを通してですね、神様の祝福がですね、たくさんね、この教えられるということですね。でこの第2ラウンドのまあ最初ではですね、2節にですね、確かにあなた方は人だとね、こういうまあ呼びかけで始まってね、まあ、あなた方というのはですね、ヨブの、まあ、3人の友人を指しているわけですけどね。そして3節ではですね、あなた方には悟りがあると、ね、知恵があるというわけですけどもですね。しかしですね、あなた方が知っている、言っているようなことはですね、これぐらいのことを知らないものがあろうかと言ってですね、痛烈にまあ皮肉っている。ね、そしてですね、この信仰者ね、この四節ね、潔白で正しいものが物笑いの種になっているというね。普通はこの三人の友人が語るですね、信仰理解、神理解というのはですね、神様は正しいものを祝福しね、悪しきものを裁かれるね、災い苦難を経験するというね、こういうまあ言ったら単純方程式なんですよね。しかしですね、4節ね、私は神を呼び、神が答えてくださったものだね、呼ぶほど正しいものを見たことがないとね、サタンの前で宣言された、そのようなですね呼ぶであるのにですね、しかしですね、友の物笑いになっているね、潔白で正しいものが物笑いになっているね、この義人の苦難ということがね、続けてまあ中心的なまあ論題になっているね。この世界を見るとですね、正しいものが物笑いの種となり、悪人が平安にしてですね繁栄する、こういうまあ世界になってるんじゃないかとね、こういう矛盾不合理ね。この前パナマ文書というもの出てきましてですね、世界で有名な政治家、トップリーダーのような人たちがですね、この正しい政治を行ってね、清い生活をして、そしてこのね、税金をちゃんと納めなさいとね、きちっとまあ追求してね、この中国なんかではですね、下手なことするのも本当にですね、こうものすごい 重大な処罰がなされているね、そういう状態であるのです、ね、その家族親族がですね、このタックスヘイブンというですね、税金を逃れるそういうところにまあ企業の名前を登録してね、税金逃れをしているということがね、膨大な文書が明らかになってね、闇の中にあったものが光にさらされてね、こういうまあことになってますね。悪人が繁栄する世界になってね、これ呼ぶ記ではですね、呼ぶ自身がその苦難のただ中にあってね、その矛盾に苦しむ一人であるね、そういうまあ苦しみの井戸の底から彼はこの神を仰いでいるとね。もちろんまあこの呼ぶの言葉はですね、この若干ですね、被害妄想的なですね、この感がなくはないとね、まあ、友人たちは結構善意でですね、この呼ぶにですね勧告をし、そしてこうしたらそこから抜け出せるよというね、そういうまあ形で叱責をしているわけですけども、しかしまあそういう深い悩みの底にある呼ぶにとってはですね、それはですね、この不当なですね攻撃のようにね、被害妄想的にですね受け止められるね。しかしですね、本当にまあこの呼ぶはですね、友人を批判しているというよりもですね、信仰者としての苦しみを吐露している、ね、本当に神を信じている者がですね、正しく生きている者がこの苦悩のただ中に生きざるを得ないということに対してね、この神様に対してこの説明をね求めているというね、ことですね。
12章の7節から11節を、まあ、見ていきますとですね、自然の生物、また人間を通しての教訓が、まあね、獣に尋ねてみよ、空の鳥に尋ねてみよ、地に話しかけよ、海の魚もあなたに語るだろう、ね、本当にですね、これらの非造物世界のですね、あらゆるものにね、この尋ねてみるとですね、神様がこの世界を作られたこと、ね、そしてですね、その命と息はですね、神様の御手の支配の中にあるね、いうことをですね、この教えてくれるということですね。しかしですね、私たちはですね、この世界の現実をですね、この直視していくときにね、この聖書の基本的真理というものはですね、本当に深くね、聞きね、よく味わってからですね、この受け入れていかないとですね、この本当の意味で理解したことにならないね、鵜呑みにすべきものではない、教理と教義ね、というのはこの世界にはですね、説明のつかない不合理や矛盾がですね、いっぱいあるからですね。で、そういうですね、この人生のこの表面的なものだけなしにですね、この裏側の部分ね、そういう部分をですね、この私たちは理解していくときに、教理や教義のですね、この私たちは裏側をですね、この理解する力をですね、この求められる。11節、食物の味を口が知るようにね、この耳や言葉を聞き分けるとね、私たちはですね、この教理や教義を通してですね、この目に鱗がつくようなことになってはならないね。全知全能の創造者でありね、この世界を創造されたね、この神様、ね、その神様はですね、この世界と生き物と人間を保持し、摂理の中にですね、全知全能のね、力を持って、知恵を持って、支配されている、統治されている方だと、まあ、聖書は語っているわけですよね。しかしこの教理はですね、鵜呑みにして良いものかという、そういう問いが呼ぶ気にはね。それならばどうしてですね、この呼ぶのような義人がですね、苦難にですね、直面するのか、そこから助け出されないのかというね、こういう、まあ言ったら、この苦しみがあるね。これを解決するにはですね、さらにこの私たちはですね、聖書を通してね、聖書の言葉のこの深みにですね、私たちはですね、導かれていかなければならない。聖書をそのように深く解釈していけならないとね。12節から25節までを見ていきますとですね、まあ、この部分はですね、この神の知恵と力についての賛歌であると言われますね。知恵と力は神と共にあり、資料と英知も神のものだ。神は全知全能の方であるね。しかしですね、14節、神が打ち壊すと二度と立て直せない、閉じ込めるとそれは開けられないね。で、神の力がですね、非常にですね、この建設的ではなしで、ね、暴力的な形でですね、この世界では働いている。15節、神が水を引き止めるとそれは枯れ、干ばつが押し寄せ、水を送ると地を覆す、洪水のように、東北の大津波のようにですね、地をですね、この押し潰してね、この命をですね、奪ってしまう。16節、力と優れた知性は神ともにあるというね。しかしですね、この神様はですね、17節からですね、見ていくとですね、神は義官たちを裸足で連れて行きね、国を滅ぼしてね、捕囚でですね、バビロンに連れて行ったり、アッシリアに連れて行ったりね、裁き塚さたちを愚かにしね、法律が機能しないようにね、見慣れてしまうね、帯を解き腰に星の巻きつけ、裸足で連れて行き、
勢力あるものを滅ぼすとね、弁舌とか分別とかね、そんなものはですねもう役に立たない、そういうこの混乱ね、崩壊がですねその国をですね押しつぶしてしまうというね、そういうこの現実があるね。で、私たちはですね本当にですねこの世界を見るときにね、この中東の問題もですね、本当にシリアなんかを見てもね、あちこちのですねこのリビアとかね、いろいろあの難民とかね、いろいろ見るときにですね、本当にですねこの世界ね、秩序はどうなってる、神様の支配と統治はどうなってるんだろうかね、この根本的な問いかけをですね呼ぶのように投げかけざるを得ないね。だから呼ぶの苦難はですね、財産や家族や体の病における苦難だけではないね、信仰者としての神理解の世界理解人間理解の苦悩であるね。その矛盾に直面した時にですね、私たちはですねどのようにね反応するんであろうか、呼ぶのようにですね本当にですねこの埋めくようにね、パウロもですねローマ8章でこの埋めていると御霊にあってね、そういう言葉を投げかけております。まあ、本当にですねこの私たちはですね呼ぶ気を通してね、友人たちの素朴な信仰理解、あるいは教理教義の表面的な理解の押し付け、それは善意に満ちているんだけれどもですね、呼ぶはですねそれで納得できないという、このまあギャップからですね、私たちは本当にまあ私たちがの信仰がね直面していることね、そのこの苦悩と苦難のただ中でですね叫びつつですね、この生かされているこのクリスチャンの姿ということをね、この照らされるということですね。まあそういうことですね、私たちは呼ぶ気を通してね、もう一段階もう二段階も深い豊かなですねこの神様の支配と統治についてのね理解にですねこの、まあ、引き込まれていくというね、そうせざるを得ない、そういう方向にですね私たちはですねこの信仰の成長、またこの霊的なですねこの養いというものがですね、この導かれていくという、ね、ことですね。本当にそういう意味でですね私たちはまあ、毎日毎日のね生活の中で小さな呼ぶのようにね、生かされている部分があるなと思うんですね。私たちもその叫びにねこのこだまするようにね、御霊と共にね、うめきながらね、一日一日歩んでいきたいと思いますね。それではお祈りを持ちましょう。